ジャンパリゾドバレットジャンパリゾドバレットは、聖ヨハネ騎士団総長。ジャンドラバレットとする表記が多いが、彼は存命中この名前を使用したことはない。バレットの死後、彼にちなんで名付けられたと知らちったバレットと、彼の名前が次第に混同されて生じた間違いと考えられている。パリゾは、生前のあだ名である。フランスケルシのバレット家出身。一族からは、 十字軍遠征に同行したものが多い。彼の幼少期については、わずかしか知られておらず、1523年のロドス島、工房時に、当時の総長フィリップ・ビリエド・リーラダンと同行していたことがわかっている。年代期によって少年が違っており、マルタ大法医戦のあった1565年には、70歳前後だったと推測されている。1566年より、 新都市バレッタの建設を命じ、最初の石を自らの手で運んだと伝えられている。完成前に亡くなり、バレッタ上左内側の西予羽根巡視教座制堂を納骨堂に葬られた。ありがとうございます。